かんないですけど、おはようございます。おはようです。老けてんな。風が冷たい。なんかちょっとハゲてんじゃない。髪の毛薄くなってない。今日は上野にやってきました。上野公園で、こっちがアメ横、渡りましょう。久々ですね、上野くんの。ということで今日は上野散策、ショップ巡りやっていきましょう。有名なとこで言えば、ミタスニーカーズさんと山男さんがありますね。あとグランドステージじゃないけど ABC マートもあるし、いろんな古着屋さんとかもあるし、今日は日曜日なんでやっぱりちょっと人が多いですね。めちゃくちゃ混んでますね。竹下通りみたいになってる。年齢層が高い竹下通りみたいになってる。どうしよう、とりあえずここミタスニーカーズさんなんで先に寄ってきましょうか。ここがこれ、そうですよ、こういう感じなんだ。じゃあちょっと見ていきたいと思います。ミタスニーカーズさん見てきました。2階の鏡のところでスニーカーも取ってきましたけど、はい、スムさんこれ今日めちゃくちゃいいの履いてるやん。本の発売前にストック X。 スニーカーズやる前に買ったんだ。はい、どうせ買えないと思ったんで。めちゃくちゃええやん。紐は変えてんですか。変えてます。だから自分買ったのはトータル4万しないぐらい。あの時はストック X でも4万しないの。最初は安かった、送料も入れて、うん、それはもう来る前にベージュで行きたいと思って準備だけしてた。スニーカー来る前にシューレース用意してたんですか、うん、はい、届くのめっちゃ楽しみにしてたやん。ミタスニーカーさん見てきましたけども、面白いですね、はい、うん、やっぱラインナップが違いますね、原宿にあるのと。珍しいものもあるし、うん、やっぱりアシックスが充実してます ね、 そうですね。あんまり見たことないものがあるし、ニューバランスも充実してるし、バッドバーニーコラボも残ってたし、うん、多分タイミングが合えばダンクとかリストックもちょこちょこしてるらしいんで。おー、やっぱ上野ってなかなか来ないですもんね。来ないですね。あれ、ここもう山男さんだ。じゃあちょっと見ていきましょう。これがみんなが言ってる山男さん。あ、ここ2店舗あって、うん、ここはフットギアの方ですね、ABC マートでいう普通の ABC マートの方、うん、アンダーパスっていう ABC マートでいうグランドステージみたいなのがまた別であるんですよね、じゃあ見ていきましょう。すごい、これ何センチ。レディースで 10.5 なんで27.5センチ。 27.5。 あれ、じゃあヒデさん欲しいんじゃない。あの時ヒデさん変えてないの、外れたのか。リオ君のを見せてもらったのか。え、ちょっとじゃあヒデさんに連絡してみよう。あ、え、こっち普通の ABC マートみたいな感じって言ったけど、めちゃくちゃ限定ものもありますね。今ヒデさんに連絡して返事待ち。うん、リメンズの11じゃなかった。ということで山男さん見てきましたけども、まさかのジョーダン4があるっていう、この前出たばっかりのウィメンズのやつ、うん、でウィメンズで27と 27.5、はい、の2つで終わりだそうです。各1位で、はい、でもいい、でもすごいですけどね、
現物見れてちょっと良かった。で、ヒデさん、この前買えなかったヒデさんに連絡したけど、ウィメンズで28じゃないとダメっていうことで、残念ながら、ゲットできず。ハーフサイズ足りなくて。裸足で履いてもらおう。意外とでも、すぐ見つけて買わないんですね、誰も。お客さんはいっぱい入ってたけど、そうね。ね、うん、ずっとスルーされてるっていうか、そんなに注目されてない。地域によって全然違うね。そうですね。あれ原宿、それこそキスなんかにあったら、速攻駆られてますよね。面白い。意外とで、アンダーパスと、こっちのフットギアの方で、もっと商品がはっきり、それこそ ABC マートみたいに分かれてるのかと思ったら、意外と限定ラインもありましたね。ジョーダン4 もあったし、ジョーダンもいろいろあったし。ちょっとじゃあこの後そのアンダーパスの方も行ってみたいと思うんですけど、はい、場所が難しいところにあるんですよね。多分相当迷うと思いますけど、なんか建物の中入って迷路みたいになってるんですよ。トトロの森みたいなね。普通に入ると全然出会えないんだけど、なんとかお願いして入っていくと繋がるみたいな。トトロの森みたいな山男アンダーパス。無欲じゃないとたどり着けないお店か。無欲は無理やと。アンダーパス行くのに無欲は無理やな。絶対なんかリストック見つけてやろうと思ってるから。シュープラザ、ABC マートみたいなもんかな。でもこのティンバーランドのこのフィールドブーツ、めちゃくちゃお買い得じゃないのかな。いや、定価1キッパですよ。違うのかな？この ABC マートでしか売ってないスニーカー、ナイキのスニーカーみたいな感じで、廉価版のやつなのかな？ああ、でもフィールドブーツって書いてあるよね。カラーも珍しいし、めちゃくちゃ掘り出し物じゃない？意外と、うん。いわゆる王道のティンバーランドのフィールドブーツだとしたら、めちゃくちゃ半額になってますけどね。うん。足は柔らかい。こっちも、これもティンバーランドなんだ。うん。スケシューみたいな形してるけど、うん、ブーツブーツしてなくて履きやすそう。今村スポさん見てきましたけども、面白いのありましたね。あのウィートカラーのすごかったね。SB を超えたね。ダンク SB を超えたよ。SB をザコ師匠が誇張してみたみたいな。めちゃめちゃ肉厚。誇張しすぎた SB みたいな。タンが SB ダンクの倍ぐらいありました、ね。ありましたね。あれ履けるんすか？何センチアップしたってもう無理じゃない？あの圧迫感。何センチアップすればいいとかっていう問題じゃないんですよね、あれ。血止まるんちゃう？あの甲が圧迫されすぎて。測定器みたいな感じで。あ、血圧測るみたいな。うん、すごいのがありましたね。あとあのガルドンみたいなやつ。赤いやつね。めちゃめちゃいいやつだよ、あれ。ガルドンの SB ありましたね。あとティファニーのダンクも。ティファニーもあった。一瞬おっと思いますもんね、履いてたら。ガルドン持ってんのみたいな。あのティファニーのやつ持ってんじゃんってなりますもんね。なる。なる。あれはなる。バレたらめちゃめちゃ恥ずかしいけど。ちょっと普段見ないとこ見てみると面白いです ね、 ね、はい、じゃあちょっと上の ABC マートをちらっと見ていきましょう、はい、僕が今履いてるこれのまたバリエーションがあると思うんで、アママニエルもあるかな。すぐありましたね。あれちょっと待って、あれパタコラボのエアマックスワンじゃないですか、うん、パタのエアマックスワンですね、うん。あ、ちょっと待って。この茶色のやつも最近見ましたね。これほら、スウッシュがヘビ柄になってるやつ。このカラーも最近よく見るなぁ。グリーン。めちゃくちゃよく見るカラー。もうだってエアマックスって書いてあるもんね。ミッドソールに。こんなわかりやすいことないよ。書いてくれてるんだ。ちょっと待って、あれ、ブレッドカラー、ABC マート限定って書いてある。値段は同じぐらい。ブレッド ABC マート限定だったんだ。てか ABC マート以外でどこで買うん？ゼビオ？ああ、そうか、ゼビオでもあるのか。だからでもあのカラーはゼビオにはないってことですね。そうです。このパタエアマックスワン面白いですけどね。ね。めちゃめちゃメッシュ。メッシュなんだ。メッシュ。粗いメッシュですね。そんな網目粗いことある？こんな粗いメッシュってあるんだ。これは夏いけるよ。臭くならない。見たことないけどな、メロンみたいになってるよ、うん、こんなメッシュのスニーカー見たことなくない？ないね。こんな粗いやつ。
おもろ。大体これぐらいになってるもんね。これも粗いけどね、相当。いろいろセールになってるけど、意外とコートビジョンってセールにならないですね。ティンバーランド。やっぱり定価このぐらいですよね。さっきのフィールドブーツはないけど。セールコーナー、なんか掘り出し物あるんじゃない？いや、高い高い。これはそんなに悪くないやつなのかな？90、ヤマックス 90SE。これはいいですよ。996、15000円が約9000円。27センチ。お、これも普通のエアマックスワンですよ。エアフォースワンな？ああ、エアフォースワン。13000円が約1万。うん。これはいいカラーですけどね。エアマックス180みたいな。ただ高いけどな。7000円は高いけどな。中田商店さん。すごいね。親父たちが群がってるね。若者一人もいないやん。すごいっすね。めちゃめちゃおっさんたちがいっぱいいる。何これ、面白いぐらいにおっさんばっかりですね。でもまあ確かにちょっとかっこいいと思っちゃいますけどね、うん、今全部このタグついてるの？ああこれね、つけたまま着るか撮るかでちょっと迷いますよね。前ついてなかったもんね、うん、前って言っても90年代だけど、自分の学生の時こんなのなかった、ね、ないないない、最近ですよこれ突き出したの。何なんだろう、だからちょっと違和感ありますもんね、うん、今中田商店入ってきて出てきましたけど、中もすごいですね。男の世界だった。あれです、これお客さんがおっさんしか入ってない街の中華屋ですね、うん、その雰囲気にそっくりでしたね、うん、独特の雰囲気でした。まあポチさん連れてこよう。似合うなー、溶け込むだろうなー。また ABC マートがありましたね。さっきと違う店ですよね、多分。こんな細長いとこに、ちょっとだけ、ちょっとのスペースに、なんで作ったん？しかも、ほとんど距離、すぐそこですもんね。商品も、変わらないと思う。あ、でもここ、アママニュエルカラーないんじゃない？ない。ブレッドはあるけど。意外とネイビーってなくないですか？うん。珍しい。ネイビーですね、これ。これめちゃくちゃ面白いですよ。ただのビニールテープ。そんなことある？ただのビニールテープ巻いてあるってそんなことある？うん、見たことないですね、このバンズ。ない。こんなアレンジ思いついてもすなよと思うけどね。うん、逆側すごいな。あるけど、ナイキでスウッシュが刺繍になってるのあるけど、めっちゃ雑やん。何この雑なの。わざとですみたいにやってるけど、ただ汚いだけよ。ハイブランドがわざと落書きみたいなデザインするやん。その感じですみたいな感じにしてるけど。違う。いやいやいや。品が違う。いやいや。不思議ですね。わかるもんですね、そういうのって。なんでだろう。オレンジもいいですね。オレンジの数字の、まあ、エアフォースワンみたいなやつって、そういえばあんまり見ないですね。ちょっと山本がナンパスの迷路の中入ってきましたよ。ありましたね。ジョーダン4ありますよ。はい。不思議。全然見たことないスニーカーがいっぱいありますもんね。1回500円。やってみるんですか。今日はですね、普段は行かないエリアの場所に来てるんですけども、いつもお世話になってますオルタネートスニーカーズの上田さんの息子さんが手掛けるブランドバースト222の新作展示会があるということで、ちょっとお邪魔してこようと思ってやってきました。結構そのブランサンドル服とかって服と合わせて靴買いってあんまりなかったりすると思うんですけど、僕とかはこう僕らが普段スニーカーで服と色合わせたりとか、はい、
なんかそういう風に合わす感じでトータルでスタイリングしたいっていうので、結構こういうビジュアルでルックとかでもちょっとね色味をポイントで合わせたりとか。そう言われるとスニーカー全部違うのを履いてるんじゃないかっていうぐらい。全部ではないけど、撮影の時に、はい、あの服ももちろん持っていくんですけど、あの結構スニーカーかさわるじゃないですか。そうですね、結構しっかりスニーカーかさわって、はい、もうちょっとアパレルブランドなんで申し訳ないですけど、こういうユニオンのジョーダン4とか履いてますもんね。基本的にはもうあの自分の私物を使ってっていう感じ。あ、そうなんですね。はい。で、今回のテーマが、Wish You Were Here、いつも感じますね。Wish You Were Here っていう、訳すとあなたがここにいてほしいみたいな。で、なんかそこからちょっとこうデザイン的に落としたりとか、あの、まあ、グラフィックとかに落とし込んだりとか、はい、今回のやつはこういう赤背景で、ちょっとこう暗い感じというか、はい、奥行きがある感じで撮ってるんですけど、はい、それはなんかその、あなたがここに行ってほしいっていうテーマで言うと、ちょっとなんかこう、その寂しさがあるというか、ちょっとそういう感じをこうビジュアルでも表現したいっていうので、それこそあの、お父さんのオルタネートスニーカーズの、はい、25周年の T シャツとかも制作されてましたもんね。はいはいはい、はい。あのデザインは全部高大さんが担当してっていう。そうです、そうです、そうです。イメージをお父さんの上田さんから、はい。なんか文章でもらってっていう。いや、もうなんか、丸投げに近かったですね。ほぼ丸投げ。それどうですか？その、お父さんとのそういうのってなんかこう、嬉しいのか、なんでしょうね。嬉しいのか、新聞に楽しい。あ、その自分のね、持ってる技術として、少なくともその父親に関わらず、力になれるっていうのはね、楽しめる。めちゃくちゃいい関係ですね。なんかね。これ、じゃあ今こういう結構こう、コート類もあったり、ブルゾンとかあったりしますけど、はいはい、今年の冬にっていう。そうです、だから本当にヘビーなやつとかだと。はいはい。あ、そうですね。がっつりもうコートですもんね。こういうコートとかもあるので、はい、この展示会終わってから、オンラインの先行オーダーできますよって、この今回この展示しているものの、ちょっと早めにオーダーできますよっていうのを、オンラインストアでやるので。それはもう一般の人でっていう。あ、なるほど。これは、これコート類は後ですか？今こういうシャツとか。あ、全部。そうです、そうです。なるほど、なるほど。こういうちょっと春物、夏物 T シャツだったりありますけど、はい、これコートも含めて全部が早めに予約できるっていう。そうです、そうです。概要欄の方に載っけておきますので、皆さん随時チェックしていただいて。はい。はい、大丈夫ですか？僕の多分この見ていただいてる方たちは、結構年齢層高めのおじさんたちが多いと思うんですよ。はい、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 はい。すごいおしゃれなんで。あ、なんか、はい、いわゆる派手なものもあるんで、はい、全部がハマるとは正直言えないですけど、うん、もちろん好みが。旦那さんが意外と買ってくれる年齢層は幅はあって、幅広い。あ、で、まあ卸してるお店さんとの話とかもするんですけど、はい、そことかで意外と全然50代のお客さんもいたりもして、この僕がやってるのがスニーカーが専門にやってるんで、はい、そういう方たちの年齢層高い人でも全然いいってことですね。まあなんか、まあ、プリントはちょっと派手かもしれないですけど、まあ、こういう感じで、そんなにこう、どぎつくないようなアイテムもあるんですよ。かっこいい。はい。スニーカー好きの人ってストリート系の服とか、まあ、着ると思うんですけど、はい、まあ、派手ですもんね、ね、結構、うん。そんなに気構えなくても大丈夫。うん、まあ、あとは、まあ、この辺のスウェット系とかも、そんなに。ああ。そうですね。だからそんなに年齢層を20代とかそういうふうに決めてるわけではないですね。そうですね。40代、50代の方に来ていただいても全然いいってことですね。そうですね。まあそれぞれ好みはまあちょっとあるでしょうけど。そうですね。うん、すごいかっこいい。そうですね。これとかはサイドがスリットになってて。ああ、面白い。これ、それこそその、テーマの、あの、イメージのビジュアルで、はい。これ、ちょっとわかりにくいかもしれない。人がね、うんうん、上からライト、光が当たってるような。はい。なんかこれもその、テーマで言う、ちょっとこう、孤独感があるビジュアルというか、なんかそういうようなイメージで、グラフィックを作ってるんで。こっちのジャケットも、バッグのデザインかっこいいですね。そうですね、これが。ああ、なんかちょっと後ろの方がちょっと長めになってるんですね。あ、そうです、そうです、そうです。なるほど、なるほど。面白い。生地もなんか不思議ですね。ちょっとシワ感があって。そう、なんか織りでこう模様が入ってるみたいな生地に、その上にさらにプリント入れてるっていう形なんで。これすごいですね。単純なそのジャケットのつるんとした生地じゃないんですね。そうですね。こんなデザインが。白の方がこうもうちょっとわかりやすい。めちゃくちゃ凝ってますね。ちょっと
いいですか、はい、ああ柔らかいんですね。面白い。でまあ裏側はこういうフリースなんで、ああまあだから本当にシャツジャケットぐらいで羽織れるぐらいのアイテムですね。